ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はヒットマンが憧れた男チーフビッグハートについて触れてまいります。狂人酋長の異名を持つチーフビッグハートは先住民オサゲ族のプロレスラーです。殴る蹴るといった荒々しい攻撃で試合を形成しながらも、一方でヨーロッパ流の緻密なグラントテクニックも得意としていました。日本には1962年日本プロレスプロレス国際試合秋の陣に一度だけ来日しています。ボー&アローを中心に多彩なテクニックで日本陣営を大いに苦しめました。多くのレスラーに影響を与えたビッグハートですが、中でもヒットマンブレットハートは筆頭に上がります。幼少期のブレットハートが最初に憧れたレスラーがこのビッグハートでした。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はヒットマンが憧れた男チーフビッグハートについて触れてまいりました。